菊池勝人と佐々木千秋の言霊アラカルト。菊池勝人です。昔からそうなんですけども、はい、特にお盆休みもなくてね。ああそうなんですね、うんうん、普通に働いております私ですけども皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、まあそうですね、お盆休みねなかなか取れる人とね取れない人といると思うんですが、皆さんこんにちは、佐々木千秋です。私もですねお盆休みはございません。お互いに、はい、はい、夏の間にしっかりと働きたいと思います。ありときギリギリスみたいですね。はい、はい、では言霊アラカルトですね。この番組は筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんとセリフを話すという職業についております私、女優の佐々木千秋が言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として豆知識をまとめたニュース記事的にお伝えしていく番組です。毎回本当に短い時間なんだけど、できるだけいろんなことをお伝えしたいと思ってるんで、今日もまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではですね、まずは菊池勝人さんの略歴をご紹介させていただきます。菊池さんは1953年東京生まれで、大学卒業後大手ゼネコンに入社、国内をはじめ国際事業部の一員として活躍され、そして2004年頃から書かれた文字からその人物を診断できる世界に興味を持ち始め、筆跡心理カウンセラーとして法人コンサルティング、講演、セミナーなど幅広く活動を行っていらっしゃいます。講演とかセミナーとか結構バタバタやってるんですけども、はい、このラジオをね、はい、やっぱりお聞きになってる方、あるいは動画でご覧になった方が、はい、こういった分野にもしご興味あったらね、ぜひお気軽にご連絡いただきたいなと思ってます。よろしくお願いします。お待ちしております。ありがとうございます。そしてこの言霊アラカルトで番組アシスタントを務めさせていただきますのは、女優でタレントの佐々木千秋と申します。現在はドラマや映画 CM を中心に活動させていただいております。さあ、こんな二人でですね、楽しく分かりやすく皆さんに言葉の魅力を言霊としてお伝えできるよう頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーはプレイバック流行語。このコーナーはメインパーソナリティの菊池勝人さんと私佐々木千秋の間には実は30歳の年の差がですねありまして、まあいわゆるこう3世代のジェネレーションギャップがあるということになります。そんな2人とリスナーの皆様とですね、とある年の流行語と世相をご紹介することで、昔を懐かしんでいただいたり、まあへえそんなことあったんだとちょっとした発見をしていただければいいかなというコーナーとなっております。さて今回はですね、私が生まれました1984年から6年後1990年平成2年についてリサーチしてまいりました。それではこの1990年どんな年であったかと簡単にご紹介させていただきますとですね、東西ドイツが、ドイツが統一されました、うんうん、はい、でバブル経済崩壊で株が暴落、あとは記録的な猛暑で水不足が深刻になりました。あとはですね、高齢者世帯、まあ、男性65歳以上女性60歳以上が初めて 10% 以上になったのもこの年です、はい、あとはですね、今の天皇陛下の即位の礼が行われました、はい、あとは綾宮文仁親王ご成婚、秋篠宮家を創設、あとはテレビアニメちびまる子ちゃんが放送を開始されたのもこの年で、うん、最高視聴率は 39.9%、うん、見てましたもん。あ、本当ですか。面白かったもんね。そうなんですか、うん、いやちびまる子ちゃんね、はい、私もよかったです面白いですよね。私も大好きでよく見てました。はい、それではですね、話を戻しまして、この1990年の新語流行語についてその一部を簡単にご紹介させていただきたいと思います。まずはファジー、はい、ファジー英語でこう曖昧を意味する言葉なんですが、家電製品にこのファジーを取り入れたのが松下電器産業、現在のパナソニックの洗濯機で、汚れの程度やその質を判断、まあ、厳密ではなくてファジーというふうにしてもらって洗濯時間を調整してくれる製品でした。でファジーの概念についてはアゼルバイジャンの学者ロトフィザデーさんが提唱したファジー集合、ファジーリンリリリンリンリ論理、ファジー論理、ファジー論理を応用したものですそうですよ、はい、で松下製品のヒットを受けて大手電機メーカーは次々とファジーを取り入れた製品を販売していきました、ね、
ご存知ですか？ファジーっていう言葉を使いましたね、本当にね。本当ですか？ファジーってよく分かんない人がさ、はい、ファジーってどういう意味だろう、うん、ファジーで分かるよっていうのはまあ正解だよね。この人はファジーの意味を知ってるよね。 でもさ、ファジーで分かってるってことは本当の明確な意味は知ってないって意味だから、おかしな話になるんだけどさ。そうですね、うん、そういうことはちょっと言ったことあったね。全く私知らなかったので。知らないことだった、はい、本当普通に取り上げられるだと思ってなかったです。はい、ありがとうございます。で次に親父ギャルです。親父ギャル、ギャグじゃなくてギャルですね。年が若いのに行動は親父のような女性を指す言葉で、電車の中でスポーツ新聞読んだり、ゴルフバッグを抱えて出社する、あとは疲れたらユンケル肯定液を飲むなどが挙げられます。で週刊誌ちょっと面白いなと思いました。で週刊誌スパで連載していた漫画スイートスポットで描かれた主人公で、大手物産会社に勤める OL の小山田のんが親父ギャルとして描かれており、これが女性に受け、同じような行動を取る人たちに対しても使われるようになりました。うん、あ、そうなんですね。いろんなのがいたよ、親父ギャルは。あ、そうですか。うん、だって飲んじゃってさ、終電車終わっちゃったんだよ。うんうん、でどうするってわけだよ。はい、で一人で公園に行ってさ、公園寝て、はい、朝起きて会社行ったってのがいたもん。親父だろ。まあよく平気だったな、なんともなかったよって。あ、そうなんですね。まあ、今はないと思うよ。はい、当時はそういう人を僕は現に知ってるもん。はあ、うん、ちょっとたくましい女性像みたいなイメージですかね。まあ、そこまで人親父がやりもちょっと親父もやらないだろそこまで。そうですか。時々いたけどね。ああ、なるほど。あ、でもこうすごく私みたいな、あのちょっとね、たくましく生きたいっていう人間に対してとってはすごい、なんか親父ギャルって元祖親父ギャル。まあ平和な日本だよね、今の話はね。そうですね、外国でありえないね。そうですね。はい、なるほど、すいません。はい、では次に一番搾り。はい、キリンビールが朝日スーパードライの大ヒットに対抗して発売したキリン一番搾り生ビールが大ヒット商品になりました。ビールの製造工程において麦汁をろ過する際に最初に流れ出る渋みが少ないとされる一番麦汁を使ったビールです。一番搾りね、あったね。この一番搾りのヒットによって1988年から 50% を割っていた国内シェアを1991年には再び 50% に復活させました。うんうん、で前回もお伝えいたしました、ビール会社各社がスーパードライをめぐってシェア争いを行ったドライ戦争、これ1998年の流行語部門銀賞を受賞しています。そうなんですよ、この頃ビール合戦すごかったの。スーパードライいきなり出したんだよ、はい、ドライのビールを、それから毎年毎年いろんなビール会社が次々に出してきて、はい、ビールの味がどんどん変わったんだよね。美味しくなったと言われてる。そうなんですね、うん、懐かしいですよ。いろいろな思い出を振り返っていただきながらお話いただくのがすごい楽しみになってるんですが、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。皆さんの記憶はあの頃までプレイバックできましたでしょうか。以上、プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして、現在放送中の言霊アルカルト、担当は菊池勝人と佐々木千明です。さて今回のゲストは人気バンド愛のぼりのメンバーアッカさんにお越しいただきました。こんにちは、愛のぼりボーカルアッカです。よろしくお願いいたします。お願いします、はい、それではですね、早速なんですが、まずはアッカさんについて簡単にご紹介させていただきたいと思います。アッカさんはリリースシートを抜粋させていただいたんですが、2013年愛のぼりとしてバンドを結成、結成1年後には初のワンマンライブを成功させ、2017年に初のミニアルバムスターティーコレクションをリリース、同年11月にバンド名をひらがなで愛のぼりに改名されました。今年の4月徳間ジャパンコミュニケーションよりメジャーデビューを果たされました。ボーカルのアッカさんの個性的な言葉のセンス、伸びやかな歌声、キュートなルックスで作られる天真爛漫なステージ、次世代を代表する王道ポップバンドということでですね、ね、素敵な方に今回もお越しいただきました。はい、それではですね、アッカさん、はい、これからこの場で菊池さんが実践されていらっしゃる筆跡心理分析結果公開で発表していただこうと思っております。はい、はい、事前にですね、アッカさんにはご住所とお名前書いてきていただいておりますので、公共の電波でまさに深層心理的なものまでこう明らかにされちゃうんですが、心のご準備大丈夫ですか。はい、すっごいドキドキしてます。そうですよね、はい、はい、もう本当にぜひ楽しんで書いてください、はい
はい、ちなみにこの模様はラジオはもちろんのこと YouTube で大文字アルファベットで言霊カタカナでアラカルトで検索していただきましたらアップしていただいておりますのでぜひ動画でもチェックしてみてください。ではお待たせいたしました、菊地さん分析結果をお話しください。はい、じゃあ、まだいただいたばっかりで見てるんですけども、ただ最初に申し上げたいのはここで分かった個人特性って僕は言ってるんだけども、それに対していいも悪いもないですよってことは知っといてくださいね、はい、あこれいいですねとかこれ悪いですってもないですから、はい、単にそういう特性がありますよねと言ってるだけで、それをどう生かしますかってことがアッカさんの課題だよねっていう考え方ですね。じゃあ順番に分かる端から言いましょう、はい、まず一つ目はですねアッカさんって物事の決まり事があるよねってことを結構重視するんですよね。だからルールがある、決まりがある、それはまず知っとこうよ。もっと言うと過去にうまくいった方法、正しかった方法ってあったよね、うん、それをちゃんと知ってやっぱりそれを学ぼうよ、そこに原点があるよ、それを知った上で未来に使っていこうっていう考え方があるんです、うん、だからこれの真反対の人はどういうことを言ってるかというと、そんなもの条件変わったら違うんだから、そうじゃなくて未来を見据えた上でいろんな可能性を探ろうよっていう考え方もあるわけですよ。こういう方を見るとアッカさんはそれさ何の根拠でそんな分かんのとかね、うんうん、たくさん集まってきちゃったらどれが一番いいかどうやって調べるのとかね、不安になるんですよ、はい、やっぱり自分の中に一定の決まり事が欲しいなっていう思いが結構あるなっていうのが出てるんだけど、どうでしょうね、はい、笑いがちょっと止まりませんね。にやけが。にやけが。どんどん言っていい？どうぞお願いします。それと結構ね、はい、マイペースなんだよ。うん、でこれはどこでわかるかというと、はい、あなた住所これ書いてもらってるんだけども、はい、東京都って書いてるのかずっと住所書いてるんだけど、はい、漢字と漢字の一文字ずつの間を結構開けてるんですよね。うんうんうん、でこれを開けてる人ってまあ自分で意識してないと思うけど。はい、開けてる人ってこうやって見るとね、はい、開けてる人って私のペースあるんですよ。うん、だから誰かと一緒に共同で作業するときも自分でポン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 やっていくんです。これが早いか遅いかは別です。要はマイペースでやっていくので、はい、周りが結構振り回される、うん、で合わせる気ないからはい、ないですないでしょだから周りが合わせてよ私にっていう感覚でやるので、はいはい、結構ね一緒にやってる方とかマネージャーさんはご苦労されてると思うけど、うん、そうなのかマイペースだなみたいな、そうなんだよく聞いてみたらいいかもしれないね、はい、まあ字と字の間を開けて書く人ってのは結構そういう人が多いんですよ。それとね、はい、あなたのアッカさんの場合はがきでこう字を書いてもらったんだけど、住所を書くときに東京都から書いてザーッと下まで一気に書いてるんですよ、はい、でこういう方って一度決めたことは最後までやりたいねって思ってる人がすごく強いんです、多いんです。うん、だから場合によってはもうちょっと要領よくやればって言われたことがあったかもしれない。うん、そんな愚直なまでに一個のことこだわらなくていいじゃないみたいなね、はい、もっと要領よくちゃんとほら周り見てごらんみんなもっとうまくやってるよみたいなこと言われても、うん、あなたの場合はいやでも私こうやって決めた以上最後までやりたいんだよねっていう気持ちでやっていく、うん、これがいい結果を生む場合もあるかもしれないけども、うん、もうちょっと早く手を打っとけばよかったねみたいなことになる場合もあるかもしれない、うん、これはそのケースバイケースですから、はい、分かんないね。そうですね、結果論だねこんなことは。でもそういうふうな自分って一回手をつけたらこれだと思ったらずっとやっていくエネルギー持ってるなってことは知っといた方がいいかもしれないね、はい、それはね。ただここでそれだけではないところがあって、実は後からもう一個話すんですけども、あなたは結構ね字の大きさを変えてるんですよ書くときに。そうですね、はい、ちっちゃな字と大きな字を書いていて、はい、でこれは見ただけでは分かりづらいので皆さんもしこれ聞いてる方もそうなんだけど、字にこうマーカーで四角をこう書いて色を塗っていくと面積の違いが顕著なんですよ、はい、これとこれの大きさって全然違うけど、こういうのはね、はい、結構みんな無意識で書いてるから、うん、で字の大きさが違う人って何を言ってるかというと同じ字の大きさで書きたくないんですよ、もう無意識の段階で。何を求めてるか、はい、常に変化したいんです、うんうん、変化イコール楽しいことあるよっていう感覚なんですよ、はい、でもね世の中の人みんながそうじゃないよね、うん、変化するって新しいことですよね、それって何かあるかもしれませんよね、怖いじゃないですか、リスクあったらどうするんですかって発想もあるわけですよ、うん、
あなたの場合は変わったこと、新しいこと、今まで経験したことないことが来るってことはきっと楽しいよと思ってるわけ、うん、はい、だから正面からそれに対してぶつかれるんです。それを持って傍から見てる人は、はい、勇気ありますねとか強いですねって言うと思います。言われます。本当ですか？ちょっちゅう言われます。でもあなたは強い弱いっていう見方で見られても実は困ると思ってると思うんだけども、うん、そうじゃなくて興味があるんですよ、うん、だから前面からわーっと言ってるわけですよ、うん、これが他の人には分かりづらいよな、はい、っていうのがある。で特にさっき言ったみたいにマイペースだから、まあ、分かりづらさに拍車をかけてるところあるんだよ。それともう一つは大丈夫ですか私？え、分かりづらいんだよ。よく知ってると分かるんだろうけどさ、あとさ、田んぼの田の最後あの右の上ね、右の上丸く書いてんだよな、はい、全部これ、うん、あなたの字はほとんどみんな丸く書いてんだよ、うん、でこれは本当は書くでしょ、はい、佐々木さんが書くだな、はい、そうですね、田の字は丸だろ、うん、これは普通の行動面が非常に柔軟で、まあ知ってるけどまあいいんじゃないみたいなことをやってる傾向が強いんですよ。要領よくやろうよとあるんです、うん、ところがそれだけが外部に見えるから、うん、あなたは要領のいい人と思う人もたくさんいるんだけども、うん、いやいやさっき言ったように最初つけて書いているので、うん、あなたはある決まり事の中でやってるんです、うん、非常に要領よく、うん、これは非常にわからないです周りの人には、うん、あなたの中にはあるんです。これってこうだよね、こういうルールがあるよね、うん、こういう約束異なってこの中でここから一線は絶対越えないよっていうのを自分で決めてるはずなんですよ、うん、その中で自由にやってるんです、うんうんうん、でこれは周りの人には分かんないでしょ、うん、あなた自身しか分かんない、うん、そういうものが、まあ、字から分かるので、その自分の中にある決まりとか自分のこだわりとか、うん、そういったものはどこなのかなって分かることによって、あなたのその表に出し方も、うん、実はもっと他にあるかもしれないね、うん、そのあなたのこだわりを出すことによってそれについて同じようなことを考えてる人ももしかしたらいる可能性もあるよね、うん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 、ね、柔軟な姿だけではなくてね、はい、柔軟な行動だけではなくてね、うん、こんなこともちょっと面白いなと思うところがありますね。へー、あとはね、あの様っていう字、最後になんとか様って書くの、はい、様の字を、はい、あなたはね、赤さん結構ね、辺と作りの間を開けてるんですよ。あー、木辺と開けてんのね、はい、これ隙間あるでしょ、これもう開けてるでしょ、はい、これをね、こう書かない、ほら開けてるでしょ、みんな、はい、わー、なるほど。でこれを間延びした字だねっていう人もいるんだけども、はい、我々が見るときはこれが間延びしてるかなとかって全然関係なくて、はい、この間に何が入ると思います？何が木辺とこの辺と作りの間に何が入るか。何が入るんでしょうか何が入るんでしょうか。心が入ると言われてるんですよ。心この広さが心の広さ、はい、あ、そうなんですか。従って、はい、いや、あなた今喜んでるでしょ。声張り嬉しいと思ってるでしょ。言ってるのはさっき言った特徴でしょ。いわゆる自分と反対だなって思ってる人の意見も、はい、あなたは素直な気持ちで聞ける部分を持ってるんです。あ、はい、ね、でこれを見るとあ、いいことですねって思うかもしれないけども、うん、僕が言ってるのはさっき言ったように、はい、いいか悪いかじゃないよ。いいか悪いか。例えばじゃあ、あなたがさ、一人でさ、みんなが反対するの分かっている中で、はい、何かをしなくちゃいけない時に、うん、みんなが反対した時にあなたはみんなの話を聞いちゃうんですよ。そうするとこれやらなくちゃいけないってことができなくなる可能性がある。みんなの話を聞いちゃうってことですか？聞いちゃうから、うん、反対意見も聞いちゃうから、ちゃんと。あ、なるほど。でももしこれが狭い人、はい、逆に言うと狭い人は自分の中に何か持っててそれ以外は全部切り捨てますから、うん、知らないよっていいんだよ、これでいいんだからっていう非常に強いものを持っていて、これがだからどっちがいいかは分からないんですよ、うんうん、確かに環境が決めてる。そうですね、はい。そのことによって、あ、私って結構いろんな人の話聞くかもしれない、はい、うん、で今言ったような、今6つの話言ったんだけども、この特性の組み合わせが悪化さんなわけですよ。うん、そうでしょ、うん、同じ組み合わせの人は多分いないと思うよ。うん、だからさっき言った行動が柔軟だよねってことについても、例えば程度差があると思うんですよ、はい、ね、同じような特徴をしてきた人も程度差1から10までのうち7、あなたは3かもしれない、これは分からない、うんうんうん、それの組み合わせでしょ、うん、したがってこの組み合わせがあなたであって、あなたのことはこういうタイプだね赤さんはとは言えませんよということなんです、うん、その組み合わせにでき、組み合わせによって出来上がってるのがあなたなんです。うん、なるほど、面白い。赤さんいかがでしたか？はい、控えめに言ってめちゃくちゃ当たってます。あ、そうなんですね。当てはまる部分多かったですか？多いです。でもこの診断で自分のことをすごく知れるし、うん、なんか人間関係に役立ちそうな気がします。ね、そう言ってぜひ、はい、
自分を知るということは相手の人を知ることになるんです。うん、だって違いが分かる。あ、そっか、うん、はい、ぜひ参考にされてみてください。はい、なおですね、この分析につきましては、はい、菊池さんがこうよくおっしゃっているようにあくまでこう参考にするもので、ね、はい、断言するものではないのでそちらご注意ください。さて、それではこのあたりでアッカさんが所属されていらっしゃるバンド愛のぼりさんの楽曲を一曲聴いていただこうと思いますが、はい、何という楽曲でしょうか。涙のアーチという曲です。この涙のアーチはどういった楽曲なんですか。この曲はメジャーデビューファーストシングルに収録されている曲で、はい、お別れをテーマにした曲になってるんですよ、はい、私が10歳の時に、はい、私の母が亡くなってしまったんですけど、うん、その母が亡くなった時に病室で最後の姿を父がずっと見守っていて、うん、その父の気持ちになって書いた曲です。うん、そうなんですね。だから涙というね、そうですね、入ってるんですね。はい、それではですね、はい、最後に告知をなどございましたらお願いします。はい、明日8月26日のライブがあります。大阪なんですけど、はい、大阪の牧野祭りで、はい、愛のぼりバンドでライブさせてもらいます。はい、あとは全国でこの1年間インストアライブを回るんですよ。はい、その情報などはツイッターホームページに載ってるのでぜひ見てください。はい、今回のゲストは愛のぼりのアッカさんでした。アッカさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともエンディングが近づいてまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回いかがでしたでしょうか。いや、本当にいつもあっという間に終わるんですけども、はい、また次回お楽しみにしてください。うん、ありがとうございました。今回はね、アッカさんもお越しいただいて、ね、いや、お会いできてよかった。はい、当てはまる部分が多いということで、ね、暑い、ね、夏ですけどもライブの方もぜひ頑張っていただきたいなと思います。そうですね。はい、それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。